表者は石井秀さん。タイトルはお母さんありがとう。Our first presenter is 石井秀。The name of her speech is Thank You, Mother.子供に対する母の愛はいつも無償である。そういうことを何回も聞いたことがありましたが、本当の意味を知っていることは知っていても完全に身に染みてよく分かりませんでした。子供の時から母が私の世話をすることは当たり前でしょうといつも私を考えています。でもこの冬休みから考え方が変わりました。まず過去を振り返ってみようと思います。中国では一人子政策という政策で少子化が進行しています。残念ながら私も一人子です。兄弟がいないけれど、その代わり家族からの全部の愛がもらえます。もっと詳しく言うと、両親からの愛以外に両親ずつの側からの祖母と祖父、合計6人からの愛が受けられます。特に母は私の世話をよくしてくれました。そんな環境で成長して、他の人が世話をしてくれる生活になっていくうちに、私はだんだん移行的になりました。それに恩に感じることもだんだん忘れました。これは多分中国の子供たちのみんなの問題だと思います。母が私の世話をする様子は中国の言葉で形容すれば、飯が口元に来れば口を開け、服が体のところに来れば手を伸ばすという感じです。何でも食べたいものを作ってくれたり、どこでも迎えに来てくれたりしました。快適な生活のほかに、母は最後の教育を与えてくれました。高校も 今の大学も学費が高いんですが、社会で一致して認める優秀な学校なので、私が一流の教育を受けられるように、母は私が私立学校の高校と今のアメリカの大学に行くと承知しました。だから現在の留学ができたのは母のおかげです。でもあまり母にありがとうと言いませんでした。会社の意を表さなかったばかりか、私は常にトラブルを起こしていました。2年前の冬休みに両親に言わずに中国へ元彼に会いに帰りました。でも母は誰かから私が中国に帰ったことを聞いて、何回も私のアメリカの電話番号に電話をかけました。でも私はその時中国にいたので、もちろん誰も電話に出ませんでした。そして私は E メールで、ああ今友達と近くにいるよ、電話は故障して出られないと嘘を言いました。でも以外にイメールで母から、お母さんは大変心配して毎晩寝られないよ、 C が本当にどこにいるのはわからないけど、中国にいるならあなたの中国のクレジットカードに2000ドル預金してあげる、それだけあれば春休みの間多分十分ですね、気をつけてねと言われました。そのイメールを読んで私は心を打たれて泣きました。その時私は最低な娘だと思います。この冬休みには母はまた前のようにご飯を準備してくれたり、私が欲しいものは何でも買ってくれたり、どこでもいつでも迎えに来てくれたりしました。でも今回母の苦労の様子を見て、私突然悟りました。今もう二十歳だから、母は
私の世話をする必要はありません。つまり母が私の世話をすることは当たり前ですという考え方はもう正しくありません。子供に対する母の愛はいつも無償であるのように、母がまた私の世話をしてくれるのは私に対する愛ですから。それに今はアメリカで家族がいなくて、私にとって最後の母もいなくて、私立で生活しています。今の生活では誰も私のために人生を準備してくれなくて、誰も私に関心を持ってくれなくて、配慮も受けられません。そのように私立で生活するとき、母の愛は非常に貴重だと感じしました。生まれた時から今までずっと自分が移行できて、ちゃんと感謝の意を表せなくて、恩に感謝することもできていません。深く反省しています。それに母は徐々に年を取っていくから、今度は私が母の世話をする番です。毎回アメリカに帰るとき、母は涙って周囲の言葉を語ってくれて、いつも私のことを心に念じしてくれました。いつも大丈夫だよ、じゃあまたねという私は、今回母の愛をしみじみ感じしました。今度はお母さんありがとうと言いました。私には世界で最高の母がいます。本気で母にお母さんいろいろなことを教えてくれて、私のお世話をしてくれてありがとうと言いたいです。はい、終わりです。ご清聴ありがとうございました。